ポニーは日本のラッパー。ラッパーに興味を持ったのは17歳の頃であり、地元のイベントに遊びに行ったことがきっかけである。その後、ポニー名義で音楽活動を開始。音源制作のほか、MC バトルの大会にも出場し、2011年に開催された B-BOY PARC 冬の陣では優勝を果たしている。山梨県を拠点に活動しているヒップホップグループ、 スティリキミアのメンバーとも過去に活動している。2016年5月より、地元の山梨県で、イベント、サンデーパニックを開催。2019年1月、救命義のポニーから、現在のポニーに改名。同年5月30日に1枚目のシングル、エニータイムレディをリリースし、以降毎月シングルをリリースしている。AB、プロフィール。ラッパーポニーのオフィシャル AGP。 2019年10月29日、閲覧。楽しみ方を忘れたら終わりだな、って思う、ポニーロングインタビュー。好き勝手、https://sukikat.jp/.pony-01/.2019 t 年10月29日、閲覧。ありがとうございます。